名前を教えてください。名刀割店店長の奥野です。よろしくお願いします。外来店に入る前は何をしていましたか？外来店に入る前は高校を卒業して地元の工場にオペレーターとして1年間働いていました。外来店に入ったきっかけは何ですか？きっかけは、自分の夢を追うために前の仕事を辞め、自分、近所に来来亭がオープンするっていうのを聞いて、まあ本当は僕は、知らなかったんですけど、一度興味本位で、入ろうと思ってアルバイトで入社しました。この当時追いかけていた夢というのは何ですか？夢というのは、僕は競艇選手を、目指していました。2年間、それに向かって、挑戦してきましたが、なかなかちょっと夢が、叶うことなく、その来来亭で働くことを、決めました。アルバイトから社員に、切り替えた時のきっかけというのはありますか？はい、当時働いていた、店の店長、森田店長ですが、森田店長に勧められて、社員になりました。外来亭に入ってからの印象と入る前の印象に何か違うところはありますか？入る前は僕も、知らなかったので、どういう店なのかっていうのが、分からない状態で入りましたが、やっぱり、すごい元気がある店で、とても活気があってすごいなと思いました。入ってからは自分が想像してた以上に、やっぱりなかなかハードで、本当にすごい元気が良くて、ついていけるかついていけないか、どうかなと思ったんですが、まあ自分もスポーツをやっていた、部分があるんで、まあ、そこを生かして、ついていくことができ、本当に良かったなと思っています。今は店長という役職ですが、店長になるまで何年ぐらいかかりましたか？自分は入社して、今で16年で、店長になるまでにちょっと時間はかかりましたけども、7年間という月日で、店長になることができました。その7年間の中で店長になるまでに大きな苦労というのはありましたか？そうですね、やっぱり店長になるまでにやっぱ自分のこの若さっていうのが、なかなか克服できない部分があり、やっぱそこを克服するためにいろいろと、苦労した部分はありましたけど、諸先輩方の意見や、自分がわからないことを聞いて素直に、受け入れ克服できたことが店長への、道へとつながったと思っています。外来亭という会社ではどんな人だったら店長になれるというのがありますか？そうですね、来来亭はやっぱり、本当に自分の気持ちと、素直と、謙虚さ、本当にあとそうですね、これが揃っていれば誰でも店長になれると思うし、あとは強い、気持ちですね。本当にその気持ちを、しっかりと、根本から持っていれば、あとはおのずと、しっかりと仕事についてもしっかりと教えてくれる会社なので、心配することなく、店長になれると思います。店長になって、間もなく10年ほどですが、今の目標というのはありますか？はい、そうですね、まあ、しっかりと、今現状の店を土台を作って、独立へ向けて、今進んでいます。その独立に向けて何か努力しているところはありますか？そうですね、まあ、独立に向けて、本当にまあ人材の、ね、教育なり、まあ、本当にあとはまあしっかり自分が、ね、どれだけその独立に向かって行動できるか、知識、知能なり、いろいろ、ね、それをつけて、しっかりと会社に認めてもらえる、ような行動をしっかりしていけば、しっかりと目標に向かって、進むことができると思います。